100円紙幣は、額面100円の日本銀行券。100円券、100円札とも呼ばれる。旧100円券、改造100円券、後100円券、オツ100円券、イ100円券、ロ100円券、A100 円券、B100 円券の8種類が存在し、このうち現在法律上有効なのは、新円として発行された A100 円券と B100 円券の2種類である。 100円日本銀行打官銀券1885年8月29日の大倉省国時代119号打官銀行券見本により紙幣の様式が公表されている。主な仕様は下記の通り。明治維新以降政府が発行した明治通報改造紙幣などの政府紙幣や民営の国立銀行が発行した 国立銀行紙幣などが並行して発行されていたが、西南戦争の戦費調達を発端として、政府や国立銀行が無人造に紙幣を乱発した、結果インフレーションが発生し経済的な混乱の一因となっていた。これを収集し、通貨制度の信頼回復を図るために、松方正義により紙幣整理が行われることとなり、政府から独立した、 唯一の発見銀行としての中央銀行すなわち日本銀行が創設され従来の紙幣に代わって事実上の銀歩2世に基づく日本銀行打管銀券として発行された大黒天が描かれていることから大黒札と呼ばれているなお大黒天の肖像は当時の印刷局の職員であった初課の平林義松をモデルとしてデザインしたものとされる 小槌と袋を手にした大黒天が米俵の上に腰掛けている様子が描かれており、米俵の側には3匹のネズミがあしらわれている。表面の血模様には、表面中央に日輪と底から放射状に伸びる光線状の模様が描かれており、光線状の部分には微細な連続文字が配されている。表面は全体的に発光当時の写真複製技術では、 再現困難な薄い青色で印刷されている。図案制作者は親とい外,外国人として日本の紙幣製造の技術指導に当たっていたイタリア人のエドアルド・キヨス・ソーネである。なおメ面は中央に偽造罰則文言が記載されている他は裁問模様のみであるが印刷部分は以降に発行された剣種と比較すると小さめのものとなっており、 周囲は印刷のない空白が広がっている。印象は表面が日本銀行総裁の章と文書局長、裏面が金庫局長となっており、改造券以降用いられている印象とは異なる図柄のものとなっている。なお文書局長のアリーンは製造時にハラフと呼ばれる発行控えが紙幣右側についており、発行時にこれを切り離して、 発行の上、紙幣の回収時に文書局長の割引を称号する運用となっていたが、発行枚数が増大するに従いこの運用は無理が出てきたことから、1891年に以降は廃されている。基番号は関数字となっており、投資番号は4桁以下で、通用券の投資番号の前後には第、第番の文字がある。記録上、第一項は5500枚。 第2項、第5項は、それぞれ5000枚、第4項は500枚の製造となっている。当時超高額紙幣であったため、主に銀行間の支払いに用いられた。歴代の日本銀行券の中で、最も発行枚数が少ない紙幣である。元々の発行枚数が少なく現存数は、非常に少ないと推測される。 紙幣用紙は三つ股を原料としたもので、強度を高めるためにこんにゃく粉が混ぜられていた。透かしは、日本銀行券の文字と王家、小槌、奮闘、巻物、鍵の図柄である。使用色数は、表面4色、裏面2色となっている。紙幣の様式としては、緻密な大波印刷による、大型の人物肖像、精巧な透かしや三つ股を主原料とした用紙など、 日本銀行券発行開始以前に発行されていた政府紙幣である改造紙幣の流れを組むものとなっている。打官銀券と表記されているが、1897年10月の貨幣法施行及び打官銀行券条例の改正による銀本位制から金本位制への移行に伴い、以降は金打官券として扱われることになった。 1927年2月に制定された、打管銀行券整理法により、1939年3月31日、限りで、通用停止となった。1891年11月10日の大倉省、国時代36号、打管銀行券100円巻見本示せの券により、紙幣の様式が公表されている。主な仕様は、下記の通り。大国旧券には、 紙幣の強度を高めるためにこんにゃく粉が混ぜられ、そのため虫やネズミに食害されることが多々あり、また偽造防止対策として採用された薄い青色の塩白を含有する陰気が温泉地で黒幣に仕返って偽造しやすくなるなどの技術的欠陥が明らかになったことから、これを改良するために改造券が発行された。表面の輪郭枠の形状が メガネのフレームのように見えることから、通称は、メガネ100円、メガネかまたり、メガネ札である。偽造防止対策として精巧な人物肖像を印刷することとなり、肖像には1887年に選定された、日本穂高、竹内すく、ね、藤原鎌またり、聖徳太子、分け清麻呂坂の上の田村麻呂菅原道真の7人の候補の中から、 改造百円券には、藤原鎌足が選ばれている。なお藤原鎌足の肖像は、文献資料や絵画、彫刻を参考にしつつ、国学者の黒川迷いなどの交渉をもとに、エドアルド・キオス・ソーネが、当時の大倉大臣であった、松方正義をモデルとしてデザインしたものとされる。四隅や地模様には、肖像の藤原鎌足にちなんだ藤の模様があしらわれている。 図案制作者は、旧憩と同じく、イタリア人のエドアルド・キオス・ソーネである。理面は、サイモン模様により装飾された、額面金額の数字が左側に配置されている他は、英語表記の多感文言が記載されているのみであるが、下模様などもなく簡素な図柄となっている。基番号は、漢数字となっており、投資番号は5桁である。記録上、第一項から、 第27項が製造され、最大同士番号は15000となっているが、欠番がある。旧券と同様に当時超高額紙幣であったため、主に銀行間の支払いに用いられた。発行枚数が少なく現存数は非常に少ないと推測される。スかしは、日本銀行の文字と聞くもん及び切りもんである。日本で発行された最も大きな寸法の紙幣である。 使用色数は表面3色、裏面2色となっている。打官銀券と表記されているが、1897年10月の貨幣法施行及び打官銀貢献条例の改正による銀本位制から金本位制への移行に伴い、以降は金打官券として扱われることになった。1927年2月に制定された。 打カ銀行権整理法により1939年3月31日、限りで通用停止となった。1900年12月19日の大倉省国時第55号、100円、打カ銀行権お起こり以降で紙幣の様式が定められている。主な仕様は、下記の通り。1897年10月の貨幣法施行及び、 打カ銀行券条例の改正による銀保二世から金保二世への移行に伴い金打カン券として発行された。肖像は藤原鎌足であり、エドアルド・キヨスソーネの彫刻した改造百円券の肖像のイメージを変えない範囲で新たに彫刻している。表面には藤原鎌足の肖像のほか奈良県桜井市にある丹山神社の十三十塔や拝殿。 神病廃所などを含む境内の前景が描かれており、輪郭には、唐草模様と合わせて、肖像の藤原鎌足にちなんだ藤の花や枝の模様があしらわれている。また、地模様として、未知の文字を、切った、日本銀行交渉が描かれている。裏面には、1896年に竣工したばかりの、東京都中央区にある、日本銀行県本店本館の前景が、 描かれている。また、裏面左端に製造年が割れ木で記載されており、裏面右端には、日本銀行の断説文字が配置されている。裏面の模様が紫色であることから、通称は、裏紫100円である。発行開始当初から発行されていた前期、交合券は、組番号に、色葉を変態棚で表記し、投資番号は、漢数字であった。 1917年9月に発行開始された、後期交合券は組番号、投資番号ともに、アラビア数字である。投資番号は6桁となり、最大投資番号は、90万、90万である。関数字の基番号は、ハンド撮番記で印刷されており、アラビア数字の基番号は、機械印刷による。1913年に、 日本銀行発行局が文書局に統合されたことに伴い発行局長の役職が廃止された。これにより、1914年以降の製造年表記で、理面に発行局長の印象が印刷された、交合券を発行することは不都合が生じることとなるため、1914年以降に製造された交合券の製造年の記念号については、 対象2年表記のまま据え置いた状態で発行されている。高100円券の変線の詳細及び組番号の範囲を下表に示す。スかしは100円の文字と富士の図柄である。使用色数は表面4色、裏面2色となっている。1927年2月に制定された打管銀行券整理法により1939年3月31日。 限りで通用停止となった。1929年12月28日の大倉省国時代224号打管銀貢献中100円券改造で紙幣の様式が定められている。主な仕様は下記の通り。関東大震災により滅出した打管券の整理が必要となったことから1927年2月に打管銀貢献整理法が制定され、 従来の打管券を執行させて、新しい打管券に交換するため、おつ100円券、平10円券、超5円券が新たに発行された。これまでに発行された日本銀行券では、複数券種に同じ肖像が用いられるなどした結果券主間の識別が紛らわしくなっていたことなどから、 額面ごとに、肖像人物を固定化することとし、さらに輪郭や地模様、透かしに至るまで入念な検討のもとに、肖像人物と関連性のある図柄が描かれることとなった。地模様や輪郭に至るまで、県面全体に、聖徳太子や、聖徳太子と関わりの深い法隆寺、さらに、聖徳太子が活躍したとされる、飛鳥時代に関連する図柄を散りばめたデザインであり、 数ある歴代の日本銀行券の中でも特に緻密で凝ったデザインとなっている。技術的な面においても当時の紙幣製造の最高技術を結集して製造されたものとなっている。表面右側には東本見陰を原画とした尺を持つ聖徳太子の肖像が描かれている。聖徳太子の肖像についてはこれまでの日本の紙幣に掲載された。 肖像画とは異なり、東本見陰に描かれた、聖徳太子像が一般に広く知られていたことから、これを元として立体的な肖像を検討し、さらに考古学者の高橋賢治や、歴史学者の黒板聖美等の交渉を経て仕上げられた肖像画である。表面左側には、奈良県伊駒カルガ町にある、法隆寺の夢殿があしらわれている。左右の輪郭は、 法隆寺に伝わる、近藤勘定万たれ飾り金具の文様に、百の文字を配置したもの、四隅の額面数字の輪郭は、アスカ時代の文様である。地模様には、小僧隠魚物の、彩色を手箱の花模様が、囲みの、百の文字の連続模様の上に重ねて印刷されている。肖像の周囲には、法隆寺が所蔵している。 立花不人年次仏寿氏の阿弥陀如来像の後輩にある透かし彫りや花形の模様が聖徳太子の肖像を取り囲んでいる。裏面中央には近藤や五十頭、中門などが立ち並ぶ法隆寺の祭印伽藍の俯瞰図が小僧院魚物の八両鏡の形状の輪郭の中に描かれている。なおここに描かれた風景の内五十頭の最上段については、 実物では三本の柱で区画されているが、紙幣上は、現物と異なり四本の柱で区画されているように、描かれている。風景の上下には、法隆寺若草がらんの軒瓦の模様を、左右には、法隆寺所像の、弥勒菩薩像の、法王文浮彫り後輩にある、法王像を描いている。裏面右端には、日本銀行の断説文字が印刷されているが、 他県種とは異なり花弁模様の中に配置されている。これまで記載されていた英語表記の打艦文言は本県種から廃止され、英語表記は学面金額のみとなっている。しかしも、聖徳太子にゆかりのある図柄が採用されており、聖徳太子小万行五高三所要感動の小旗の赤字金模様。 小僧院魚物の鳥毛天書病部から取られた法王、及び法流寺門用の鉱山植物を組み合わせた天平時代の列の文様の図柄である。従来の犬種の透かしと比較して、透かしが大型化されている。用紙については、従前通り三股を原料とするものであるが、製法の変更により以前よりもやや黄色がかった、色調の用紙に変更されている。 また従来の100円紙幣は寸法が大きすぎる傾向にあったため県面の寸法を縮小し同時に他額面の紙幣も含め一定の重要比に統一した規格に揃えている。この県面寸法の規格は小学の一部研修を除き1946年に発行開始される A100 円券まで維持されている。使用色数は表面5色。 裏面四色となっている。この聖徳大使のオツ百円券の発行以前の1923年に別のデザインの百円紙幣がオツ百円券として製造準備されていた。永安のオツ百円券は表面右側に藤原鎌足の肖像、左側に丹山神社の風景を描いたもので、 用紙には効く、霧の図柄の透かしと染色した三紙を透き込んだものであったが、その製造準備途中の紙幣は、未完成の原版や、視察券、検討資料も含め関東大震災の影響で、すべて消失してしまったため発行されなかった。表面のデザインは、俯瞰紙幣である異合券に流用されている。また英合券のデザインもこれに酷似している。 お都合英語の100円券の肖像は、聖徳大子で、通称は1時から4時となっているため、このお都合券の通称は1時100円である。1931年12月の金打貫停止に伴い、それ以降は事実上の俯瞰紙幣となり、1942年5月の日本銀行法施行による金本位制の廃止に伴って、法的にも、 官紙幣ととして扱われることになった深淵切り替えのため1946年3月2日限りで通用停止となった。深淵切り替えの際、お都合権路合券に消誌を調布し、臨時に新券の代わりとした消誌調布券が発行された。この消誌調布券は十分な量の深淵の紙幣が供給された1946年10月末限りで執行した。 1944年3月18日の大倉省国示第107号を日本銀行券100円券の様式略図で紙幣の様式が定められている。主な仕様は下記の通り。事実上有名無実化していた金本位制が1942年5月の日本銀行法施行により正式に廃止され、管理通貨制度に移行したことに伴い打艦文言。 党が表記された、打艦券が、名実ともに実体にそぐわないものとなったことから、俯瞰紙幣の日本銀行券として発行された。時代は、第二次世界大戦に突入し、材料や、資機材などに至るまであらゆるものが戦争に借り出された、結果、紙幣もコスト削減や、製造効率向上を目的に品質を落とさざるを得なくなり、使用が簡素化されている。 通称は、二次百円である。表面のデザインは、打管券である、お都合券の流用だが、聖徳大使の表情に、わずかな違いがあり、第五の、日本銀行券への変更、打管文言の削除、名板の記載変更が行われている。また、地模様については、スリ色が変更の上、囲みの、百の文字の連続模様から、直線模様に、簡素化されているが、 その他の法隆寺や焦僧院魚物に関連する文様は存置されている。理面については印刷方式を簡易な突版印刷に変更したため別デザインに変更されており、お都合圏と同じく近藤や五十頭を中心とした法隆寺の祭院仮覧の俯瞰図が描かれているものの視点が少し変更されている。理面情報には 立花不人年次仏寿司の下部の蓮華模様が、下方には、随雲があしらわれており、その左右には下部に、法隆寺近道の天外に設置されている、彫刻の木彫り法王と中ほどに、天平瓦の模様を配置している。また、地模様として、天平時代の唐草模様が印刷されている。また、アラビア数字による、額面に表記は存在するものの、これまで襟面に印刷されていた。 英語表記は削除され、英語表記が全くない県面となっている。同時期に改札されたい10円券やろ5円券と同じく簡素化された県面ではあるものの、改札前の打管券と同じテーマの放流時に関連する図柄が採用されており、簡素化の度合いは他県種ほど大きくない。基番号は記号と投資番号からなり、 このうち投資番号については、基本的に90万までであったが、補えすり券と呼ばれる、不良券との差し替え用に90万1以降の投資番号が印刷されたものが存在する。透かしは、お都合券と同じ、天平時代の列の文様であるが、お都合券と比べると、好き入れの品質が低下しており、透かし模様が薄いものが見受けられる。使用色数は、表面五色。 裏面三色となっている。深淵切り替えのため1946年3月2日限りで通用停止となった。深淵切り替えの際、お都合権路合権に少子を調布し、臨時に新圏の代わりとした少子調布権が発行された。この少子調布権は十分な量の深淵の紙幣が供給された1946年10月末限りで執行した。 1945年8月17日の大倉省、国時代332号、日本銀行券100円券及び10円券の様式を、ただしめ従来のものと併用型で紙幣の様式が定められている。主な仕様は、下記の通り。選挙区のさらなる悪化により、配色が濃厚となった、終戦直前に緊急用として、印刷方式や、 紙幣用紙の使用を従前以上に一層簡素化して製造を開始したものである。このような背景から製造は極秘裏に進められ、発行開始は終戦直後となっている。通称は3時100円である。紙幣用のインク、用紙、印刷機といった資機材が欠乏した状況下で印刷局の製造能力だけではもはや 対応しきれない状況となっていたことから、設備が十分でない民間印刷会社でも製造が行える、要<ー>、工学券でありながら、偽造防止のためには欠かせない反面手間のかかる、大藩印刷を取りやめ、簡易なオフセット印刷で製造することを目的とした、ものである。実際に、ロゴ券の多くは、印刷局から委託を受けた、民間印刷会社で印刷されている。なお、 露合券に限らず、第二次世界大戦末期から終戦直後に製造された紙幣は、材料の枯渇状態の下でカニな印刷方法により蘇生乱造された結果、河川が潰れて肖像などの種模様の印刷が不鮮明なものや、スリー色が一定せず色違いのものが発生するなど、品質不良状態の紙幣が見受けられる。聖徳大子の肖像は、 表面中央に配置されているが、これは、異号圏の肖像を流用したものである。工術の通り戦況の悪化した第二次、世界大戦末期から、終戦直後の混乱期という過酷な状況下において、劣悪な製版設備や、印刷機器で製造せざるを得なかった状況から、印刷品質に問題があり、特に、聖徳太子の肖像は黒く潰れ不鮮明な状態と、 なっている表面の地模様としては、肖像の周囲には、立花不人年次仏寿司の後輩、県面の左右には、正倉院魚物の、花鳥瀬八角鏡の背面に描かれている随調を、あしらっている。裏面は、異号剣と同じ題材の法隆寺の再院伽藍の、俯瞰図が描かれているが、デザインは、新たなものであり、下部中央には、法隆寺五十頭の頂上先端の、 水煙と放送下模様、左右外側には、法隆寺の近藤畑金具の火炎模様が印刷されている。異号圏同様、アラビア数字による額面表記は存在するものの、英語表記はなされていない。なお極めて厳しい情勢の下にありながらも手間をかけて、新たなデザインに改められた理由は、露百円圏が紙幣として考えられうる。 およそ最低水準の仕様とされたことから、黄斑印刷を前提とした、従来の図柄を踏襲すると、品質の低下が目立ちすぎるためである。基番号は記号のみの表記で通し番号はなく、またその記号の外側の波括弧も付けられていない。スカシハロ10円券と共通の柄草模様の、白スカシによるチラシスカシであるが、紙質や製作が粗悪なためスカシの確認は、 困難である。紙幣用紙は粗悪な木材パルプを50%、三股を30%混合した、構成の劣悪な品質のものとなっている。露百円券の変遷の詳細及び組番号の範囲を下表に示す。戦後製造分は繊細により紙幣製造能力が低下した状況において、猛烈なインフレーションの発生に伴う。 極度の紙幣需要増加に対応することが急務であったため当初に色ずりであった地模様を単色化してスリールを減らすなどさらに極限まで使用が簡素化されている終戦直後に発行されたものの深淵切り替えのため発行後1年を待たずして1946年3月2日限りで通用停止となった深淵切り替えの際お都合圏路合圏に少子を重付し 臨時に、新剣の代わりとした、少子長府券が発行された。この少子長府券は十分な量の新縁の紙幣が供給された1946年10月末限りで、執行した。1946年2月17日の大蔵省、国時代23号、日本銀行券100円券及び10円券様式の、券で紙幣の様式が定められている。主な使用は、 下記の通り、終戦直後の猛烈なインフレーションの抑制策として、政府により、資源切り替えが、極秘裏に検討されていた。これは、発表からごく短期間のうちに、旧紙幣をすべて無効化して、金融機関に強制預金させた上で、預金封鎖し、代わりに発行口を制限した、新紙幣を発行して、最低限度の生活費だけを引き出せるようにする、ものであった。 これを実施するには、従前の紙幣と明確に識別可能な新紙幣を、急遽準備する必要が生じるため、紙幣の図案検討としては、異例の指名型の公募が行われ、他の英語圏では、粗末とはいえ公募をもとにした新デザインが、決定されたが、A100 円圏に関しては、下記の経緯からその例外となっている。連合国軍占領下の当時は改札を行い、 新紙幣を発行する場合、図案について GHQ の承認が必要であった。当初の案は、インフレーションや闇取引助長の懸念から、高額紙幣発行に対して GHQ が反対したことにより不発行となった突破民札株式会社によって提案された図案の一つである、弥勒菩薩像の肖像を描いた A500 円券の 図案を流用したものであり、弥勒菩薩像の肖像にクレームがついたためこれを聖徳太子像に差し替えたものが A100 円券の新デザインとして GHQ に申請が行われた。これは製造効率を優先したオフセット印刷を前提としたものであったが GHQ は高額券である100円紙幣にはオフセット印刷を認めず偽造防止の観点から 王藩印刷を使用すべきとして変更を指示したものの当時の切迫した状況から準備に時間を要する王藩印刷の反面を新たに用意する時間的余裕がない状態であったそのため表裏両面ともい合件の彩色のみを変更してそのまま流用し識別のために表面中央下に赤色の深淵標識を飾りしたものを発行することとなった したがってすり色と深夜に標識を除いた図柄は表裏両面ともい合券と同一となっている。通称は4時100円である。英合券のうち発見局長の印象が裏面に印刷されている唯一の紙幣であり他の英合券の場合は10円5円1円券では総裁の印発見局長の両方が表面に10銭5000件では 発見局長がなく、総裁の印のみが表面に印刷されている。当初は、紙幣の製造についても、発行元の日本銀行から民間印刷会社に直接発注するように、調達方式を変更する構想を大倉省は持っていたが、極めて厳格な管理が求められる紙幣製造業務の特殊性から望ましくないとの GHQ の 意向によりこちらは実行されなかった。結局のところ一部の異合権やろ、合券などと同様に従来通り印刷局が一元的に紙幣製造の管理を行うこととなり、突破印刷にて完成された反面を印刷局に引き渡した上で、印刷局とその委託を受けた大日本印刷や突破印刷などの複数の民間印刷会社で分散して印刷されることとなった。 記番号については、投資番号が省略され、記号のみが印字されている他の英語圏と異なり、この A100 円券のみ1枚1枚固有の投資番号が付されている。組番号と投資番号の両方が印字されている、他県種と異なり、組番号が、格好表記ではないため区別がつきがたいが、他県種同様に紙幣の右上と左下が、組番号。 左上と右下が投資番号となっている。投資番号は基本的に90万までであったが、異号券と同様、不良券との差し替え用に90万1以降の投資番号が印刷された補殺券が存在する。記号の下2桁が製造工場を表しており、下表の通り12箇所の印刷書別に分類できる。 このように多数の民間委託先でも印刷されたため、用紙やスリーに変化が多く品質が不均一となっている。スカシは、印刷局彦根工場製造分の下2桁が42のみをつ100円券、100円券と同様の、天平時代の列の文様の定位置スカシであり、その他の工場製造分は、霧の白スカシによる不定位置スカシである。 印刷局彦根工場製造分のみ異なるスカシが用いられた理由は A100 円券の発行開始により製造発行中のすべての紙幣で白黒スカシが用いられなくなってしまうことから将来に備えて白黒スカシの製造技術を維持することを目的としたものである A5 券のうちスカシが入っている唯一の紙幣となっている使用色数は 表面5色、裏面3色となっている。黄飯印刷が採用されているのは、表面のみで、裏面の印刷方式は当初は、突板印刷であったが、深円切り替えをもってしてもインフレーションを食い止める、ことはできなかったため、100円紙幣の需要が増大し、製造が追いつかない状況になったことから、 1946年後半以降から製造効率向上のため平範印刷に変更されている。A100 円券の製造終了は1949年度である。新円切り替え後の紙幣なので現在も法的には有効だが、執行券である、お都合券や愛合券と図柄が類似しているため、間違えないように注意する必要がある。 1953年11月27日の大倉省国時代2244号昭和28年12月1日から発行する日本銀行券100円の様式を定める券で紙幣の様式が定められている。主な仕様は下記の通り1946年2月に終戦直後のインフレーション抑制を目的とした 新園切り替えが実施され、切り替え用の新紙幣として A5 券が新たに発行されたものの、新園切り替えをもってしてもインフレーションの進行は抑えきれず当時の最高額面券であった a 百円券の発行量が著しく増大する結果となった。その後順次の B5 券への移行が進められ、1950年から1951年にかけて b 千円券。 B500 円券及び B50 円券が相次いで発行された。当時最も流通量の多かった A100 円券については発行開始当時の切迫した状況から極めて短期間のうちに検討から製造まで行わざるを得ず実質的に1944年発行の100円券に新円標識をかずりしたのみであったため名盤に 大日本帝国の文字が残っていたり、寸法が他の B 号券と比べて不必要に大きいなどの欠点を指摘されながらも、旧体以前とした A 号券がしばらくそのまま使用された。取り残されたような形になっていた100円紙幣についても1953年になってようやく改札が行われて B100 円券が発行され、現代的かつ本格的な紙幣である B 号券が で揃うこととなった。これにより、蘇生の英語圏の回収が一気に加速した。なお英語圏以降改札を行い、新紙幣を発行する場合、図案について GHQ の承認が必要であったが、1952年4月28日にサンフランシスコ平和条約が発行し、日本の主権が回復したため、B100 円圏以降は、 GHQ の発行承認が不要となっている。表面右側には、板垣大輔の老齢期の写真を元にした肖像が描かれているが、小学生不死兵の板垣五十千件の肖像とは、別の年代に撮影された写真を元にしているため、要望をことにしている。表面左側には、唐草模様と共に、 法隆寺近藤の天外の飾りの方の彫刻を二つはしらっており、右下隅には円形の瓦模様が描かれ、左右には百の文字のマイクロ文字を敷き詰めている。また上下の輪郭には百の文字と百の数字の割模様と地模様として唐草模様のレリーフ模様、放送下百の数字の連続模様を描いている。なお表面右下の数字。 100の左側にある丸い模様の中には、おおむね製造工場別に、シークレットマークが施されている。裏面右側には、肖像の板垣大助にちなんで国会議事堂の建物が、左側には、100の額面金額の上下に、唐草模様と包装家のレリーフ模様が描かれている。A100 円券で問題となった名板は、大倉省印刷局製造と改められている。 すかしは、百の数字と霧の図柄のすかしであるが、他の B 号剣同様印刷と重なっていることもあり、確認しにくい。当初の紙幣用紙は、第二次世界大戦以前と同じく三つまたのみを原料としており、なおかつ原料を未漂白の状態で使用していたが、後に三つ股の需給が逼迫したことから、マニラーサや木綿、尿素樹脂が混合されるようになり、原料の漂白も、 十分に行うように変更された。この影響により、発行途中で、紙質が変化しており、前期は茶菓子植後期は白色紙である。使用色数は、表面6色、裏面3色となっている。犬種の識別性を高めるため、黄飯印刷による、種模様を含め全体的に小豆色を基調とした、剣面となっている。 1957年の100円銀貨の発行後も、地方では、根強い紙幣需要があったことから100円銀貨と B100 円券が、当分の間並行して流通していたが、1966年8月26日には100円紙幣の廃止が、閣議決定され、1972年に製造終了の後、1974年8月を、最後に、 B100 円券の日銀からの支払いが停止され、1967年に発行された100円白動化へと推移していった。日本の現在発行されていない旧紙幣の中では、現存数が非常に多く、未使用の100枚帯風や1000枚寒風が、古戦市場やネットオークション等に現れることも多いほどであり、基盤合戦闘がアルファベット一桁や前期などでかつ未使用。 あるいは、賃番号や、エラーなどの条件がない限り、古戦賞が買い取りする、ことは、ほぼない。日本銀行券の発行開始以前には、額面金額100円の紙幣として、明治通報の100円券が発行されており、1899年12月31日までは、明治通報の100円券が並行して通用していた。 後継は1957年12月11日に発行開始された100円交貨8月1日の B100 円券の日本銀行からの支払い停止までの間に1959年2月16日に稲穂100円銀貨に1967年2月1日に100円白銅貨に変更である。硬100円券以降に発行された日本銀行券には おつに100円券と A10 円券を除くすべての券種において日本人高交賞が理念にあしらわれている。全券については、イコとト、ロ、は完全に投資番号90万まで製造されたのに対し、箱は投資番号14万までで打ち切られている。従来の紙幣に掲載された肖像画については明確な肖像画が現存していない人物が、 対象であったこともあり、文献資料や絵画、彫刻などから読み取れる本人の風貌や性格を参考にした上で、本人のイメージに合っており、かつ写真が入手可能な別人をモデルとして、肖像をデザインしていた。大ね立て1、対角線に配線によるハイパーインフレーションなどの可能性を想定。AB1945 年8月頃に、 発行開始したとされる。第二次世界大戦終戦直後の混乱期であり、本来は、官方工事をもって、紙幣の様式変更を交付しなければならないところ、工事を行わないまま発行開始されているため、正確な発行開始日は不詳。記号の塔1桁と、下2桁を除いた残り1から4桁一部、未確認の組がある。特に最終組付近には、 未確認の組が多く、これは製造されたものの、日銀金庫に眠ったまま焼却処分されたのではないかと推測する説がある。1946年2月17日付、大倉省国時代23号、昭和21年2月25日より、起こりこうすべき日本銀行券100円券及び10円券の、様式を左の略図の通ー無では、 同年2月25日と予告されていた。肖像の弥勒菩薩像の表情が日本国民の敗戦による悲痛な感情を表現しているかのようであるとされた。1945年8月2日に印刷方式の変更を GHQ から承認されている。その上100円券も表面の大部分は1930年発行のおつ100円券の流用である。 A100 円券の名番の表記は、E100 円券と同じ、大日本帝国印刷局製造のままであった。d 号券、e 号券のそれほど細かくはないが、当時の印刷機では、潰れてしまう。ありがとうございます。